若者の目線で防災にチャレンジ。この番組は足立区の学生が若者の目線で防災について考えたりお話をしたり実際に活動したりする番組です。東京未来大学のサークル足立ディザスターアソシエーション通称 ADA と特定非営利活動法人国際ボランティア協会学生協会通称イビウサがともに作り上げていきます。まず本日のメンバーを紹介したいと思います。まず本日 MC を務めさせていただきます、東京未来大学の石田珠恵です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてお隣は、はい、私は東京未来大学2年生の八色直樹です。よろしくお願いします。さて先輩、今回初回放送ですが心境の方いかがですか？初めてのこういう出演なんでちょっとうまく喋れるかわからないんですよねでもだいぶ緊張してますけど。結構してます、ね、大丈夫ですか先輩、ちょっと私先輩とあまり面識がないんですけど、先輩好きな食べ物って何ですか？僕ですか、はい、僕は実は甘いものが大好きで。お、甘いもの、例えば何が好きですか？チーズケーキが。チーズケーキ、だいぶコアなとこ行きますねチーズケーキの魅力って何ですか？やっぱ食べて口に広がる甘さじゃないですか、はい、あの柔らかい。あ、いいですね。レアチーズと普通のチーズケーキだったら普通の方ですね。普通の方ですか。いいな、チーズケーキ食べたくなってきましたね。売ってますよ、そこ。でも売ってますか。ちょっと後で買いに行きたいと思います。で、今回の番組のテーマなんですが、若者の目線ということなんですが、先輩、最近のハマってることって何かありますか？自分自身で、はい、今ハマってることは、自分はちょっとアウトドアなんで。あ、アウトドア、はい。ちょっと風景とか写真にするっていう。写真、おー、最近ではどんな写真撮ったんですか？そうですね、最近だと空とか。空、どこの空ですか？例えばそこにちょうどアルカードってあるじゃないですか。あ、はい。そこから青い空を一台。おお、すごい。あ、そういうのやっぱ一眼レフとかで撮るんですか？自分ちょっとそういうの持ってないんで。持ってないですね。携帯の iPhone で。あ、 iPhone で結構いい写真撮れますか？うん、結構すごい。じゃあ今度私も。え、こうやって素人とかでもできるんですか？本当にもう見たまんまに撮っちゃえば。あー、作品で。私もちょっとやってみたいと思いますぜひぜひ。ありがとうございます。はい、大学は足立区にあるんですけど、先輩的に足立区のいいところってありますか？そうですね、やっぱなんかこういう下町ところには美味しい店がいっぱいあるってこと。おすすめの店とかってありますか？のそこのすぐそこに、はい、あの母ちゃんっていう定食屋があるんですけど。あ、私知らないかも。どんなとこですか？結構いろんな定食があってすごく美味しいんですよ。例えば何定食があるんですか？自分はいつも唐揚げ定食。唐揚げ定食。そか、あとサンマの塩焼きとか。なんかサンマの塩焼き、あ、それ美味しそうだな。え、サバあります？サバなかったか。ないのか。私サバ好きなんですよ。サバの味噌煮が好きでいつも食べてるんです。すぐそこにあるんで、ぜひ今度ありますか、行ってみてください。行ってみたいと思います。ありがとうございます。他に場所ってありますか？うん、自分はいつもこの北千住をよく歩いてるもんで、あんまり他はまだ見切れてないんですよ。あ、お住まいはどちらに住んでるんですか？お住まいは埼玉県のわらびっていうところ。そんなとこからいらしてるんですか？はい。すごい。え、じゃあ大学以外ではあんまり北千住とかは回らない感じですか？あ、結構あの土日は。おー、すごい。すぐそこに柳原ちぐさ園って公園があるんですけど、はい、あそこはなんか一年中いろんな花が植え替えられてて綺麗です。例えばどんな花が植わってます？私そこ行ったことないんですけど。今はパンジーとか、あと水仙が。はあ、すごい。ちょっとブラッと散歩するぐらいに本当にいい感じ。はあ、じゃあ行ってみたいと思います。ありがとうございます。はい、それでは八色先輩の緊張も解けたところで本題に入っていきたいと思います。八色先輩は普段防災に関して何か心がけてることとかってありますか？やっぱりなんか最近は地震とか怖いじゃないですか。あー、そうです、結構起きますよね。なんかもう常にそういう万が一いつ起きてもいいように、うん、準備だけは。おー、例えばどんな準備されてますか？なんかそうですね、あの外にいるときは、うん、あのちょっと歩きながら避難場所とかちらっと見たり。すごい意識高いすごいです。他に何かやってますか？あとはやっぱ家とかで水は。あー、やっぱ水とラジオはちゃんと。あー、すごい。結構非常食とかも用意されてるんですか？場所ちょっと、あれどこにあるかは分かんないんですけど家には絶対ありますね。
あーすごい。やっぱり非常食とかって用意するの大変じゃないですか。そうですね、でも最近結構売ってる場所あ多いですよ ね。私もこの前地震があったじゃないですか、はい、でその時に非常食考え直そうと思って調べてみたら、うん、もう全部賞味期限が切れてて全部こう捨てちゃったんですよ。よく自宅掃除するときにありますよね。やるとやっぱそういうことはなかったですか。ありました。ありました。やっぱりやっぱ買い替えですよ。やっぱりなんかすごい大震災っていうのが起こんないとそういうのってあんまり使う機会がないの で、ね、結構ダメになっちゃったりすることって多いですよね。はい、あの定期的にちょっと見て、そうです、確認する必要ってありますよね。ありますね。結構身近な周りのお友達とかもそういうことってされてますか。やっぱなんか地震とかにそういう関心持ってて、うん、そういうなんか意識はしてる人はいますね。あ、そうですか。すごい、私の周りだとあんまり、いや防災なんてとか非常食はなんか美味しくないから食べたくないとかいう人が結構いるんで、結構やる先輩の周りは意識高い方多いんですね。多いですね。すごい羨ましいです。じゃあ、普段活動をされてるということなんですけど、何か自主的に行ってるボランティアとかってありますか。そうですね、ここ最近はちょっとあんまり行けてないんですけど、はい、ちょっと前に、はい、あのサークルの方で、はい、うちの東京未来大学とその向かいに柳原病院っていうのがあるんですけど、はい、病院が入りますね。そこで合同で、はい、あのなんか訓練を やりまして、それは防災訓練。防災訓練。あ、防災訓練。すごい。患者を待機難場所であるうちの大学の、はい、方に運ぶっていう、あのちょっとその患者はちょっと模した人形でやったんですけど、はい、ちゃんと担架運んで、で一応その後に体育館で運び終えた後には心肺蘇生の、ずいぶん本格的な防災訓練だったんですね。結構本格的でしたね。大変だったこととかってありますか。やっぱりあのなんかパニックっていうか、はい、ちょっと重たいじゃないですか。あ、そうですよね、はい、ちょっとそういう時にあやばいやばいみたいな重さとかで、うーん、ちょっと焦っちゃったりします。ああ、やっぱりそういうのって実際やってみないと分からないこととかって結構ありますよね。そうですね、あの声かけたりとか、うん、その心肺蘇生とかの方法もそれは自分たちでやる、それとも誰かから教えていただく。消防士さんが。あ、消防士さんが、はい、それでやり方一通り教えてくれるんですけど、それでもやっぱりちょっとなんか大丈夫ですかとか声かけるときに声ちっちゃかったりとか、はい、ちょっと手順間違えちゃったりとか。やっぱ、はあ、そっか。でも心肺蘇生の方法ってなかなかやらないですもんね。そうです、分からないですよね。あんまりやる機会ないですよね。 うちの学校では授業でやりました。あ、やりますか。自分は授業でやりました。あれ、それって2年生の授業ですか。保育の方で。あ、じゃあ今度私もやるかな、楽しみです。なんか防災のボランティアとかあったら本当に行ってやった方がいいですよ、うん、やっぱ経験実際にやると変わりますよね。あんまり直面しないって思うよりも、うん、いつかの時を考えてやっておいた方がためになります。そうですよね、私も実際やってみたいと思います。はい、じゃあそのボランティアとかって、はい、他の若い人の参加度ってどんな感じですか。そうですね、ちょっとまだ関心を持っている人が少ないかなっていう個人的には思っております。その病院と共同の防災訓練には何人ぐらい学生は来たんですか。そうですね、そんなにちょっと何人かは、まあでも、はい、数人ですか。数人。あ、やっぱ10人未満とかですかね。そうですね、まあ、あ、やっぱ少ないですね。今やっぱ学生はバイトとかあるんで、まあ、そういう仕方ないねっていう面もあるんですけど、はい、もうちょっとなんかいっぱいの人が来てそういうところを体験してもらうといいなって思っています。そうですよね、やっぱりそういう活動って実際にやらないとわからないけど、やるタイミングってあんまりないですよね。そうですね、ボランティアも、ボランティアだとやっぱお金が入ってこないっていうのも結構若者にとってはネックじゃないですか。そうですね、だから最近はお金でちょっと。そうですよね、なんか報酬がないと参加しないとかいう学生多くないですか。ちょっとあれ、そうですね、ですよね、やっぱボランティア その参加度が減ってるのも、その防災の知識がどんどん減っていくのも結構問題ですよね、うん、ちょっともう何とかしたいと思いますよね。そうですよね。じゃあ八重先輩的には若者の参加を上げるためには何かこうしたらいいとかってありますか。なんかお金って考えないでもらいたいっていうのと、うん、やっぱ、まあ、この
せっかくインターネットが普及してきてるんで、うん、もっとなんかツイッターとかそういうところで呼びかけて、あツイッターでどんどん広げてもらったらって思うんですよね。うん、ちなみにツイッターとかやられてますか？自分は一応やっております。やっぱツイッター、フェイスブック、インスタグラムとかやられてます？実はツイッターだけなんです、ね、あツイッターだけ、それはそれは一応あの LINE あるじゃないですか、はいはい、あれにもタイムラインって、あタイムラインありますね。あちらの方ではよく活用しております。あそうですね、 LINE のタイムラインって結構みんな LINE 使いますもんね。結構見てる、そこで情報共有したら結構広まるかもしれないですね。結構身近でみんな、ナイスアイデアですよそれは、素晴らしい。画像載せられてるのが大きいですね。あ画像って載せられるんですか？あれ載せられる、20枚まで載せられるんです。えめっちゃ載りますねそれ。もしなんか写真撮って OK な、なんかそういう防災のなんかあれば、写真撮ってこういうのやりました、はい、また今度やるんで、はい、来てくださいみたいなとか。あーそれすごいいい広告ですね。噛んじゃった大丈夫ですありがとうございます。じゃあその LINE とかの以外に若者がこう食いつきそうな興味があることって何だと思いますか？あと場所じゃないですかね。か場所、人が多いところの方がもっと集まってくれるんじゃないかな。うーん、多分ちょっとそういうところだとやるの難しいと思うんですけど、はい、やっぱ人が多いところでやるからこそ関心が集まって、みんなもっとやろうとか、う実際に見たら、あ今までとは違ってちょっとこれはやらなきゃいけないんだなみたいな、あなんか考え方が改まったりとかするんじゃないかな。そうですね、場所って結構大切ですよね。行ってみたいなとか、なんか行ったついでにとかだったら、なんかどっか行かれる場所とかってありますか？そうですね、足立区内なんてどこでも大丈夫ですよ一応。でも自分あんまり人が多いとこ実は行かないですよ。あ行かないですね。あららら、はい、あの浅草とか本当下町が大好きなんで。あでも浅草も結構人はいますよね。はい、そう、それでなんかでも外国人の人とかにも見てもらえたらいいんじゃないですか。あそうですよね、なんか外国人とかみんな結構関心持ちやすいじゃないですか、うんうん、そこからまたつながってみたいな。うーんいいかもしれない。なんか雷門の前で人が倒れるのを助けるみたいなのやったら楽しそうじゃないですか。そうです、なんかみんなちょっとやってみようみたいなチャレンジ精神が、楽しそうですねそれ。ちょっとやってみたいな。人との交流もできていい。できますよね、それいいな。あとなんか他に下町とかで行く場所とかってありますか？あとは亀有とかですか？亀有、亀有も結構量産、こち亀、あこち亀の、はい、場所ですよね。結構人多いですよ。お私亀有行ったことないな。亀有って若者結構いますか？多いですよね。あ多いですか？最近はあのアリオとかがあるんで、あれかそういうでっかいショッピングモールみたいなのを使って防災訓練とかやったら、そうです、あのなんかイベント広場みたいなところでちょっと貸してもらってそこで実践やる。うーんでああいうショッピングモールだったら子供も来るんで。そうですよね、なんかちっちゃい子も見てあ楽しそうって思ったりとか。子供だったら結構何でも一生懸命やるんで、うーんそれを見てまたやっぱりさっきから何回も言っちゃってるんですけど、はい、あの周りの人の関心が集まると思うんですよ。そういった情報をみんなでこう拡散していったらどん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 広まりますよね、うん、やってるとこを写真撮ってこういうのやってるよ、うん、みんな来てみたいな呼びかけをしてみたいな、うん、いいですよね。若者って結構なんか何かやってると写真撮ってツイッターで何かやってるんだけどみたいなのありますよね、うん、リアルタイムでもうやるの多いです、うん、だそれを逆にこう活用してどんどん広めていったりしたら楽しいですよね。絶対にいいと思います。じゃあ他に場所以外にもなんか若者が最近ハマってることとか興味あることって何だと思いますか？そうですね、最近でも特別これがいいみたいなのはあんまり自分的には見ないんですよね。うーんやっぱなんか音楽関係とか多いんじゃないですかね。そうですよね、私も今音楽ってちょっと思ってたんですけど、若者って結構音楽を聴いたりどこでも聴いてるじゃないですか、うん、なんか歩きながらでも電車乗りながらでもイヤホンずっと音楽聴いてますよね。私もなんか音楽結構好きなので、なんかこう別に防災に関係なくてもなんか音楽から派生してって実は音楽も音楽以外にも防災もやってるよみたいなのもやったりしたら、なんかいいですね、楽しそうじゃないですか。私がやってみたいんですけど。ありだと思います。ありですか？ありがとうございます。じゃあそしたらそれでヤイラ先輩が写真撮ってくれてアップしていただければいいですよね。いいですよね。なんか面白そうじゃないですか。
それそういうのいいな、やってみたいな、何かなんかそんなのでやってみたいことありますか。どう今はちょっと思いつかないですけど思いつかないですでも今それがもうあんまりにもいいなって思います。あ、本当ですか、ありがとうございます。え、なんか写真撮るとかって何か撮る基準とかってあるんですか。そうですね、なんか人が見たらいいなって思ってくれそうっていうところ、うん、まず人が見たらいい、例えば空だったら、はい、あの青い空で本当に綺麗だなみたいな。あ、やっぱ青い空っていいですよね、うん、他には猫も撮るんですけど、猫、はあ、猫大好きです、自分超好きなんです。あ、本当ですか。やっぱ犬と猫だったら猫ですか。もう猫です、ね、やっぱり猫派多いですよね。猫派多いですね。学校の前のいる、うん、猫いるの知ってます。え、猫、飼い猫がいるんですよ。あ、なんかクリーム色の毛の子ですか。あ、そうです。あ、知ってます知ってます。あの猫もいっぱい撮ってます。あ、本当ですか。写真今度見せてください。いいですよ。あ、やっぱでもなんかそういう、そういうところから可愛いなって思ってもらいたいとか、やっぱそういうんじゃないですか。いいです。なんかそういうなんか全然関係ない興味から、なんか、あ、こんな写真撮ってるんだ、この写真撮ってるんだっていうので、なんかちょっと防災のこともやってるよっていう写真があったらちょっと見ますよね。見ちゃいますね。止まりますよね、目にね。そういうのも活用してたらいいな楽しそうですね楽しそうです。いやー、いいな。他になんか写真以外に興味があることとかってありますか。そうですね、あとは本当にもう関連したんですけど、はい、やっぱ旅行なんですかね。あ、自分旅行、お、最近どっか行かれたとことかってありますか。最近だと年末に京都行ったんですよ。京都いいですね。雪降ってました。年末だとまだ今年はいい天気だったんですよ。いい天気だった。あ、でもいいな、いい天気。京都、何か見ました。金閣寺とかですか。やっぱり清水寺なんです。あー、清水寺超定番ですよねいいですね。私も中学校の行きました。中学校の修学旅行で。定番ですね。定番でしたえ、でもやっぱりそこでもやっぱ写真とか撮られてました。めっちゃ撮っちゃいましたね。いいな。やっぱ京都の魅力って何ですか。やっぱ古くても美しい街並みじゃないでしょうか。そうですよね。舞妓さんとかいました。いましたね。いいな、いいな、舞妓さんみたいな。私見れなかったんですよ、舞妓さんに会えなくて。だから見たことないので見てみたいです。なかなか見れないですよね。なかなかいないですよね。なんか京都イコール舞妓さんみたいな。最近なんかそういうのなりきれるところがあるんで、あ、実は舞妓さんだって思った人が一般人だったってことも結構多いです。そうなんですか。なりきれる、すごい、やってみたい。なんか着物とかレンタルできるみたいです。しました。自分はあ、やんなかった。ちょっともったいない、やればいいのに。恥ずかしい人恥ずかしいんですか。いや、そこはでも旅はもう恥を捨てて、もうでも旅はもう写真で思い出作ったので。あ、写真で自分。あ、いいな。他に何か行かれたとことかってあるんですか。あとは奈良ですか。あ、やっぱ京都奈良って行かれたんですか。奈良は奈良でまた奈良当時のそのままを残してるっていう古さが今度魅力なんじゃない。やっぱ奈良もいいですよね。何か行かれたとことかってありますか。今回あんまりちょっとみんなに知ってもらってないようなとこ行ったんですよ。例えばどんなところですか。大麻寺っていう寺なんです。大麻寺、本当に自分 CM を見てそれで興味持ったんで。あ、どんなところなんですか。もう結構静かなところにありまして、なんかもう仏像があるんですよ。仏像、おー、それがまたすごい。自分はそういうところにも趣味があるんで。お、仏像が好きって結構なんかすごいですねどんなところに魅力を感じるんですか。やっぱなんかあの一個一個細かく彫られてる部分とか。ああ、やっぱり、はい、ああいうところ見ちゃうとすごい。あとあの目から訴えてる何かみたいな。目から訴えてる何か。なんか姿とか立ち姿とか、はい、もうすごい。なんか感じるものが、人を守ってくれるみたいな感じるものがあるんですよ、魅力を。あ、じゃあ今度仏像も見てみよう鹿に会いました。会いましたよ。奈良公園もちゃんと行ってます。あ、すごいいいな、羨ましい。鹿せんべいちゃんとあげました。あげました鹿もな、会いたいな。鹿寄ってきますもんね。そうですよ、なんかすごいもう群がってきますよね。なんか鹿に囲まれる経験ってやっぱ奈良でしかできなくないですか。洋服噛まれたことあります。洋服噛まれるんですか。いやいや、それ大丈夫です。洋服無事でした。全然大丈夫です。あ、よかった。あとちょっとオスだと角でつつかれる。あ、痛そう怖いですあれ結構鋭利ですよね、あれ。私もなんかどつかれたことあります。びっくりしますよねあれいきなり後ろからうわって。びっくりしますよね、本当に。結構痛いですし。
当に鹿は注意してください。気をつけてください他になんか京都奈良以外に行かれた場所とかってありますか？結構行っちゃってますね。もうあと数え切れるぐらいの県しか行ったことないところないんで。例えばどんなところに？と行ったことない方ですかね。あ、どこでも大丈夫ですよ。なんか行ったことあるところで印象に残ったところでも。印象に残ってるのはやっぱ鹿児島でしょうか。鹿児島、鹿児島って何がありますか？やっぱあのグルメの方が。グルメが。甘いものとかですか？あのなんか白熊っていう。あ、アイスですか？アイスです。あ、コンビニとかで売ってる。そう、あれでもあれ比べ物なんないですよ。めっちゃでかいんですよ本物は。え、え、カップ入りじゃないんですか？カップ入りじゃない。あの皿で多分1人前でもう 2,3 人で食わないと食い切れないんじゃないかってでかさ。そんなに大きいんですか白熊って？あれは、食べてみたい。いいな。美味しかったですか？あれ美味しいですよ。いいな。自分まだ1回しか食ったことないんですけど、はい、でもあれはおすすめです。コンビニのじゃ比べもなんないです。なんないですか？本物。ああ、いいな、白熊好きなんですよ。いいな、食べないな。ぜひ鹿児島行ってみてください。他にもいいとこいっぱいある。本当ですか？他に何か？あとはあの水族館があるんですよ。うん、水族館。水族館すごくいいです。あの、はい、だいたい混んでる場所じゃないですか。あ、はい、でもそんなに混んでないんでゆっくりと見れるんですよ。ああ、それいいな。え、でも水族館って結構楽しめる人ですか？めっちゃ楽しめる人ですね。すごい。私水族館行ってるとお腹空いちゃうんですよ。食いしん坊お腹空きませんなんかマグロとかが泳いでると、あ、どれくらいこれマグロの刺身食べれるかなとか思っちゃいません？すごい。あ、思わない自分も夢中になっちゃいますね。あ、そうなんだ。すごいな。私もいつもなんか鮭が泳いでてもマグロが泳いでても美味しそうとしか思えない。2つに分かれるんですよね。自分の友達もいましたよ。あ、食べたいって思う人が。絶対いますよね。絶対美味しそうですもん。なんかこれは揚げたら美味しそうとか、これはさばいたら美味しそうとか。わかります。なんか群れで泳いだりすると美味しそうって思っちゃいます。あれはすごいですよね。だってウニとかもなんかこう触れるコーナーとかあるじゃないですか。あれこっそり一匹持って帰っちゃいたいなとか思いません？思ったことない。あ、ないですか？あれちょっとなんか面白いです。食いしん坊割れちゃったなんか、え、じゃどんな感じで楽しむんですか？もうなんか、あ、この魚面白い顔してるなとか。魚の顔、正面から見ると面白いですよ。魚って正面から見ますか？見れちゃうんですよ。あ、なんかみんないろんな違う顔があって面白いです。あとはなんかイソギンチャクとかと一緒に魚いたら、あ、綺麗だなみたいな。あ、イソギンチャク、イソギンチャクもなんか泳いでるのが美味しそうだなとしか思ったことないあれ食べ物に例えるとどんな風に見えちゃうんですかね。え、でもなんかうどんを茹でてる時みたいじゃないですか。こうやって、そうです、こう茹でてこう切った時美味しそうだなみたいな思いません？初めて聞く。あ、思わない。あ、ちょっとここでギャップが生まれちゃう。みんなそれぞれ違う。そうですよね。みんな違ってみんないいって言いますもんね。よかったよかった、大丈夫大丈夫。じゃあ、はい、一通り話が聞けたところでここで一旦 CM に入りたいと思います。お願いします。お願いします。小野浩平と申します。27歳です。静岡県の伊東市、勤務してもう7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は僕は1年生のそっちかな、もしかしたら僕はそれで3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。
名前は藤原有田です。タッチ新店舗の立ち上げから委員長をやらせていただいて、一応なんかあの全部の品の売り上げが一番、多分私は一応プレイヤーでいたい、その経営とかなんかそっちではなく一生患者さんと関わって。それではここで特別ゲストを紹介したいと思います。村越先輩です。どうもお願いします。と、そうですね、未来大学卒業しまして、私村越智明と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村越先輩は今何かなさってることとかってありますか？今はそうですね、自分今その東京消防庁の、はい、消防試験を受けておりまして。あ、すごい。じゃあ消防士になる、消防士を目指して今勉強してます。すごい。消防士って本当に現場に行って活動する感じですか？そうですね、自分はそうですね、後々は消防士になって、はい、その火事場だったりとか、うん、あとさっきも話出てましたけども、はい、あの防災だったりとか、うん、そういうのに積極的に携わっていきたいなっていう感じで思ってるんですけども。すごい。はい。じゃあぶっちゃけその消防士になろうと思ったきっかけとかってありますか？きっかけは、はい、自分あの保育の大学に、はい、なんか保育科に入ったんですけど、はい、結局保育科はもう1年ちょっとでドロップアウトしまして、ちょっとぶっちゃけ向いてねえなと思って。あ、向いてない。もうなんか、はい、こんなこと言っていいのか分かんないんですけど、はい、ちょっとなんか嫌だなと思って。あ、思ったのが違う感じ。それで、はい、まあプランプランしてたんですけど、で進路とかも何も考えてなくて、うん、そしたらその時ですね、あの、はい、東日本大震災が、あ、ちょうどですね、2年生になる前だったんですけど起きまして、はい、それでその時にちょっと内心ちょっとあのビビっちゃったんですよね。その自分の住んでるとこがですね、はい、あの木密地域って言って、はい、あの足立区なんですけど、 あ、 足立区、はい、あのあれが木造建築が密集してるんです。密集してて、だから高齢者が、大体高齢者なんで、はい、ほんでそうこれ直撃したらやばいんじゃないかなっていうのも思って、それでいろいろ考えて、はい、地域の消防団に結構時間かかったんですけど、はい、大学3年生の時に地域の消防団に入団して、あ、消防団に入団して、それで消防団でこう活動、いろいろ防災だったりとか、はい、訓練とかも、あの防災訓練とかも携わって行くうちに、なんかこうそれをお仕事にしたいなって思うようになって、かっこいいそれからですね、はい、おー、すごい。あ、じゃあもうちっちゃい頃から消防士になりたいって思ってたわけではないんですね？あ、もう全然みじんも思ってなくて。あー、そうだったんですね。それはすごい。なんか消防団で活動していて、なんかこうかっこいいなって思った経験とかって？あ、消防団、でも消防団って結構、はい、あんまりその地元とかで活動してるんですけど、はい、実際なんか認知されてないようなところもあるんじゃないかなってやってて思うんですけど、消防団って言われてどんな活動してるのかパッと思いつかないです。そう、多分みんな大体そうだと思うんですけど、はい、ただ基本消防士が何してるかっていうのもみんなあんまりよく分かってないと思うし、なんかひいきしてるイメージしか出てこない、うん、何か出てきますか？もう本当になんかあれですよ、あと自分レスキューってイメージがあるんですよ。ああ、レスキュー、逃げられなくなった人を助ける、なんかかっこいいイメージが強くて、火消して人を助けてっていう。で消防団はっていうと、別にその火災現場とかには出動はするんですけど、あ、するんですね。まあそんなに火災もないですし、でまあそんなにこう大事もなくて、まあそう目立った活動もないんですけど、はい、そういう活動をして、その日々地域を守るっていうか、そういう体制を作ってるっていうのをちょっと気づいてほしいなっていうところはあります。あ、でも実際消防団の活動ってあんまり大学生とか知らないですよね。多分自分もその、まあ、調べてっていうか、あ、消防団の存在を知ってたんですけど、はい、入ろうとかそういう自分がその組織に入りたいとか全く思ってなくて、本当に大多数の学生と同じ考えだったんで、はあ、やっぱりほとんどの人知らないですよね。
そうですね、なんかその東日本大震災でちょっと怖いなって思ったって言ったんですけど、なんかその思ったなんかこうきっかけとかってありますか？なんかその木造で、そうですね、なんかニュースとか見てて、はい、まあ、あそこは津波だったんですけど、はい、でもまあそういった地震で倒壊した家とか、でも、まあ、大多数は助かってないですし、ああそうですよね、結構被害大きかったですよね、大きいですし助からないし、でその被害の中でも消防団の人たちもこう、うん、こう公共 その消防士とかがやっぱ出動できなくなっちゃうん で、はい、で消防団がこう率先して出てって、で消防団がすごい大勢亡くなってるんです。でそういうの、そういうのも見てて、やっぱ高齢者の人とかすごい被害に遭ってて、でそうするとやっぱなんかちょっと自分の地域と被ってしまうところもなんか感じたなっていうのは、やっぱそういうところで感覚がリンクして、そうですね、ちょっと怖いなって思いましたね。何か被害とかって実際ありました？あ、自分はそうですね、その時は昼間だったじゃないですか、あ、はい、北千住にいたんですけど、はい、急に、まあ、目の前がすごい揺れまして、はい、まあまあ、二日酔いだったんですけど、二日酔いだったんですか、まあ、今日のめまいやべえなと思ってそしたらもう尋常じゃない揺れだったんで、はい、でも周りがすごい一気にパニックになっていくのを見てたんです、はい、もう後ろからはいろんな人がふわーって走ってきて広いところに行こうとして、もうみんなで押しつぶし合ってっていう、もう行っちゃえば本当地獄絵図みたいな感じになってまして、あ、じゃあ何かが倒れたりとかしなくても揺れでもパニックになって、あ、そうですね、もう、まあ、あ、居酒屋だったりとか酒屋さんとかコンビニとかはもう倒れちゃって、あ、やっぱり大変なことになってましたね、やっぱちょっと覗くと。やっぱそういう被害に実際に自分が遭うと思うとことかってありますよね。何かヤル先輩ってその当時何してました？自分はあの地元のよかどにいたんですけど、はい、なんか最初ちっちゃく揺れ始めたじゃないですか、あ、はい、その時にはまだあちっちゃな普通の地震かなと思ったんですけど、一回収まったと思ったら次にでっかいのが来たんで、そうですよね、すごい揺れましたね、その時にちょっとまずいなこれはって思って、はい、その時一緒に友達いたんですけど、ちょっとあのなんかもう周りに出口も遠かったんで、ちょっと中で安全を取れる場所を探したら、ちょうどあのよくプリクラとかゲースにあるじゃないですか、あ、はい、あそこにちょうどみんなで入れるようなスペースがあったんで、そこに入り込んでちょっと収まるの待ってました。でもその判断をしてよかったって思うのが、その直後に天井が落ちてきたんですよ。え、それはすごい。そこでちょっと冷静にそういう判断をしたところで、ちょっとまあみんなを守れたのかなって思う。それすごいですね、素晴らしい活動じゃないですか、すごい。じゃあなんかそういったなんか普段下に地震が来たら下に潜るとか、そういうのって普段から心がけたりしてますか、二人方は？そうですね、潜るっていうか、まあ、頭は隠すかなっていうところですかね。何かやられてますか？やっぱ自分はあのなんか外に出ても危ないじゃないですか、うん、あの家の瓦とか落ちて、そうですね、やっぱそういうなんで、なんか押し入れとかそういうところに隠れられるようにはしとこうって思ってます。はあ、やっぱりそういう普段からの心がけって結構大事ですよね。うんですね。私もなんか東日本大震災が起きるまでは一切なんか防災訓練もなんか買ったりいいなとしか思ってなかったし、なんか実際にその会ってすごいパニックになっちゃって家にいたんですけど、何すればいいか分かんなくて家の中でずっとうろうろしてしまったので、やっぱりそういう訓練って日頃からやってないとダメなんだなって私は思いましたね。やっぱ普段先輩みたいに普段から心がけることって結構大事なんですね。なんかそのそれ以外になんか普段から心がけてることとかってありますか？うん、普段から、まあそうですね、家には、まあ、さっきもちょっと言ってましたけど、はい、水だったりとか、あ、準備されてますか？もう、まあ、両親とかも家族なんですけど、はい、もう常に廊下に家の廊下にペットボトルが水入ってこう並んでる、え、すごい、はい、まあ、非常っていうか、まあ、そこから飲んだりとかしてるんですけど、あ、そう、日常的に、まあ、まあ問題ない間違いないかなっていう感じの、まあ、乾パンだったりとかはなんか、まあ、自分はどこにあるかは今把握はしてないんですけど、多分非常用のものは結構家には完備してあって、すごいいいですね、廊下に水って。そうですね、なんかなくなったらすぐ気づけるし、普段から買い足したりもできますよね。いいな、
私も。いや、なんかやられてますか？あとはですね、さっきのに付け足す形なんですけど、はい、あの懐中電灯、あと懐中電灯、あとなんか一応そういうな、真っ暗な停電になった時に使えるなんか電気みたいな、うん、こうやって回してなんか充電するとつくみたいな。それも懐中電灯の一種なんですか？そう、そうです。手動で。おお、あ、先輩持ってますか？いや、俺は持ってないですね。私も持ってない、初めて聞きました。手動で持ってないけど、そういうの持ってるのはすごいなと思います。そ、意識高い、素晴らしい。すいません、私もなんかついその非常食をやるときに一緒に懐中電灯とかも全部チェックしたんです。そしたら電池切れてて、やっぱそういうのってチェック必要ですよね。定期的に変えとくといいですね。そうですよね。本当に大切だなって思いました。何か他に先輩やられてますか？うん、まあ、やられてる、やってるっていうか、そのやっぱ個人とかではないんですけど、はい、やっぱ消防団とかそういう活動の中で、はい、まあ、その有事っていうか、そういう災害があった時にやっぱり、まあ、個人、自分がやパニックを起こさないっていうか、適切な行動が取れるようには意識してます。例えばどんな、例えばって、まあ、うちが結構あの荒川にすごい近いところなんで、そう、荒川沿いのところ、はい、荒川が氾濫することも、まあ、絶対あり得るじゃないですか。です、ね、はい、だから、まあ、家も間違いなく、まあ、家を捨てたくはないですけど、家は間違いなくそうなった時は捨てなきゃいけないから、だからできるだけ自分の中で、まあ、安全な場所をその確認しておくだったりとか、まあ、まあ、いろんな、まあ、みんな大多数の人に言えることだと思うんですけど、はい、その有事のために、まあ、安全な、まあ、回避場所だったりとか、そういうところは、まあ、各自こう周知してなきゃいけないのかなっていうのは思います。あ、やっぱ安全な場所を知っておくと心の安心感も違いますよね。まず自分の身から守らないといけないんじゃないかなっていう。大変参考になります、ありがとうございます。ちょっと話は変わっちゃうんですけど、なんか普段最近で興味があることって何かありますか？興味があることですか？はい、興味があること、まだやったことないんですけど、はい、ちょっと登山したいなと思って。お、登山いいですね。ちょっと旅行とリンクしません？ちょっとアウトドアっていう共通点で。そうですよ ね、 すね、まあ、旅行も好きで、はい、あ、行きます か、 だから旅行も兼ねてちょっと登山やってみたいなと。あ、いいですね。なんかどこか登りたい山とかってありますか？まず富士山登ってみたいなと思いますね。富士山いいですね。夢はでっかいですね。まず日本一から攻めようかなと。あ、すごい。いや、登るならやっぱ一番上までですか？あ、一番上まで行って、あの御来光ですか？あ、いいな、見てみたいなと。なんか登山とかってされますか？登山はまだ全然しないですね。高尾山に一回行ったぐらいです。高尾山で、あ、でも高尾山行ってるんだったら山登ったことにはなりますよね。一応なりますか、ね、私もなんか家族と車で富士山の5合目まで行った記憶しかないです。やっぱ自分で登りたいです。足で登るって結構大切ですよ ね、 あ、そうですね。え、なんかその登山をしたいと思うきっかけとかって何かありますか？きっかけはですね、まあ、その大学卒業してから、はい、結構その消防士の試験を受けて、はい、結構あの落ちちゃ何回も落ちちゃったんですけど、はい、そうやって、まあ、今20今年25になるんですけど、はい、そうしていくうちにやっぱなんかこのままじゃダメだなっていうとこと、あと新しいことなんかし、なんかこうなってくるといろいろ新しいことをやってみたくなっちゃうんですよね、はい、勉強ばっかりとかじゃなくて、なんかちょっと新しいことやってみたいなっていう欲も出てきちゃうんですよ。でもそっちの方が楽しいですよ ね、 そ う、 ですね。やってて、そうしたらなんかよくわからないんですけど、何のきっかけがあったのか自分でもわかんないんですけど、はい、なんか突然ちょっと登山してみたいな、山登りたいみたいな。あ、でも登山楽しそう、言っちゃえば現実逃避ですね。いや、でもそういうのって結構大切ですよ ね、 そうですね、気分転換はね。そうですよね。何か気分転換でされてること他にありますか？気分転換で、あ、野球やってるんですけど。お、野球でもね、やってそうな感じですよ ね、 そうですね。もう小学校1年生からそんなに長く、もう18年ぐらいですかね、ずっと野球やってるんですけど。18年、私の年齢と一緒だですね。まあ、高校まではやってて、はい、部活やってて、はい、大学でも4年間あの未来大学の野球部、あ、部活があるわ。そうですね、入ってたんですけど、で今も土曜日ですかね、土曜日草野球やってて、すごい、じゃずっと続けてるんですね。そうですね、毎試合やるとちょっと面倒くさいなって時もあるんですけど、まあ、まあ、やれば楽しいですね、やっぱ、ね、息抜きにはなれますし。野球の魅力とかってありますか？魅力ですか？いや、まあ、とにかく 今になると、うん、今草野球とかっていうと、まあ、勝てなきゃつまらないんですよね。でも勝てなきゃつまらないけど、勝っても自分が打てなきゃ打てないとまたつまらないんですよね。あ、やっぱ活躍とかしないと楽しくないですね。だから打った時 の、 あのバットに当たった感じですかね、あれは
気持ち、すごい気持ちいいんですよね。いやいいですよね。キャストミートをした時の。あ、いいな。野球されます？自分見る側ですね。あ、やっぱり私も見る側なんですよね。なんか自分でやってもなんかこう空振り三振とかよくあるんでやっぱり やってる方がやっぱ楽しいですか？見るより。あ、そうですね、見るの大嫌いです。あれなんかプロ野球とか見ないんですか？あ、全然見ないです。見ない。やっぱりやるだけ野球観戦も好きじゃないですね。あ、それはなんでですか？なんか基本的に見るのが好きじゃないんで、なんか飽きちゃうんですよね。やりたくなっちゃう感じです。いや、見るんだったらやりたいみたいな。そうですね、どっちかというと。あー、でもなんかその気持ちわかる気がします。テレビ番組とかでなんかこうお菓子の特徴とかやってるとなんか見てるのより食べに行きますね。なんかありません？そういうの。なんか俺の方が知ってるわみたいな。あ、そうです。なんかここで言ってる感想本当に合ってんのかなみたいになりません？なんか自分で見て実際そこなんか、うん、例えばよくテレビとかだと特殊やってるじゃないですか、うんうん、見るよりも自分の言って確かめた方がいいって思う。そうですよね。なんか自分の目で見たり自分でやったりする方が感じるものと違いますよね。そういう感じですね。似たような感じ。やっぱり野球も食べ物も共通はあります。食べ物って何か食べますか？食べ物は、まあ、ラーメンすごい好きなんですけど。あ、ラーメン。特に辛いのとか。お、辛いの。もう辛いものがとにかく好きで。お、辛いものが好き。ラーメンとかでも辛くないラーメンでも辛くしちゃいますね。ラー油とか入れちゃうんですか？とかも七味とかふわー入れて。すごいな。蒙古タンメンっていう、はい、すごい辛いラーメン屋さんがあるんですけど、蒙古タンメン中本っていう、うん、もうあれはあれですね、本当辛いもの好きにはおすすめですね。辛さ選べるんでしたっけ？あ、そうですね、辛さ3とかですかね、3から10とかまで、マックスで10まであるんですけど。マックスの10食べたことあります？あ、もう基本10しか食べないです。10ってどれくらいの辛さですか？10は、いや、美味しいんですけど、はい、美味しいけど、黙って黙々と食べないと口がしびれてくる感じです。口がしびれるほどの辛さのラーメンって、次の日かその日のうちに必ずお腹痛くなります。絶対お腹壊しますよね。辛いものってお腹壊しません？あ、もうその、そういう覚悟なんです。あ、覚悟の上で。やっぱでも美味しいとそういうのを覚悟しても行きたくなっちゃいます。中毒性がありますね。え、ヤイロ先輩、辛いものいけますか？すっごい弱いんですよ、好きなんですけど。キムチとか好きなんですけど。あ、好きなんですね。ちょっと食べたらすぐにもうヒリヒリしちゃって。すごい、私も辛いもの全然食べれないです。辛いものって、なんか辛いのって痛くなりません？どう超えると。あ、痛い、そうですね、辛いのは痛いです。痛いのって楽しいですか、食べてて？いや、楽しくて食べてるんじゃないんで。あ、食べるのって楽しくないんですか？いや、なんか自分との戦いみたいな感じ。そうですね、今はもう慣れちゃって普通に食として食べてるんですけど、はい、最初はもうあれですね、もうなんか戦いですね。戦いですか？やっぱ限界を超えるみたいな。スポーツ食べ物ってスポーツだったんですか？蒙古タンメンはスポーツみたいな。あ、スポーツ。やっぱ野球と似たようなところが。そうですね、全部自分との戦い。戦って、はぁ、すごいな。忍耐ですね。忍耐。食べ物戦ったことないな。戦ったことありますか？食べ物ですか？自分苦手な食べ物を目の前に出された時の、あ、やっぱなんか食べなきゃいけないっていう状況があるじゃないですか、時々。そうですね。そういう時に我慢の戦いですね。飲み込むまでが。食べ物苦手なものは、もうブロッコリーとかそういう野菜が本当ダメなんですよ。ブロッコリー美味しいのに。え、なんでダメなんですか？ちっちゃい頃から。なんか食感がダメなんですよ、ボリボリっていう音がする。え、じゃああれですか、カリフラワーとかも NG ですか？ダメですね。あ、ちょっと肉で脂身食べようと思った時に白いのを食べたんですよ。脂身だと思って食べたらカリフラワーで。わあ、騙された感じか。わあ、それは、でも食べ物美味しいな。でもトラウマもあるんですよ、そういう。うーん。でもそれなりにまた今減らそうと頑張ってはいます。すごい、さすがです。何か苦手な食べ物ってありますか？苦手なものは、いや、もう昔はすごいあったんですけど、はい、やっぱ年を重ねるにつれて、まだそんなに、そんななんか生意気なこと言える年じゃないですけど、もうほぼほぼなくなりましたね。あ、すごい。あ、じゃあ逆に昔食べれなかったものとか。昔はもう野菜ほぼほぼ食べれなくて。やっぱ野菜ってみんな食べれないんですか？そうですね。あとはもう、なんですかね。あ、今継続してピクルスぐらいですかね、食べれないのは。ピクルスはやっぱ好き嫌い選びます。やっぱハンバーガーとかもピクルスに聞いて頼みますか？そうですね。あとピクルスもちろん抜きますし。はい。あとはもう昔好きだったものが逆に嫌いじゃないけど食べなくなったっていうのが、例えば、そうです、ファーストフード、そのマックだったりとか、もう全く食べなくなったし、あと脂っこいものですかね。
あれそれは胃が受け付けなくなったってやつですか。焼肉でいうともう今上よりも赤身が美味しいみたいな。あ、ありますそれはどうなんだろう。あれ全般ですか。あの前は寿司大トロ大好きだったんですけど、はい、今もう完全に白身魚とか中心になってます。あ、そうなんだ。いや早い早いね。早くないですか。早いですかね。なんかもうちょっとなんか30代とか30代後半のなんかサラリーマンとかがなんかちょっともう最近胃がとか言うのじゃないんですね、うん、もう。え、いくつ。まだ20歳なんです。いや早いよ。20歳で、いやそこバリバリ食べる時期じゃないですか。早いよ。もうなんかラーメンとかも背脂ギトギトでとかじゃないんですか。焼肉もカルビって注文しないですよ。カルビ美味しいのに。ロースも頼まないです。あの牛タンとかさっぱり系ばっかです。もったいない。それはもったいないですよ。だから痩せてんだね。そうだから細いんで羨ましいな。私いっぱい食べたからこんな太るのかな。最近食生活悪いんですよ。え、そうなんですか。ちょっと食生活を見直すね。本当最近ちょっと食べちゃいけない夜10時過ぎに食べてる方が多いんでちょっとまずいんですよね。だからなんかそういう食べちゃいけない時間に高カロリーのものを食べるとかってなんかちょっと背徳感と続々感ありますね。昨日も夜中0時にハンバーグ食べました。あ、すごいいいな。ハンバーグか。まずいですよ本当。あの美味しいんですけどちょっと時間的にやばいです。いやでも楽しいですよね。美味しいです。そういう時間に食べるものこそ美味しくないですか。なんか特別感あって。わかりません先輩。でもその時間にハンバーグ食べたらもう自分は次の日朝もたれちゃってダメですね。ああやっぱりちょっと胃が受け付けない感じ。もう朝体調悪いです。いやまだ25ですよね。今年25ですね。なん早くないですか先輩も。全然早いですよね。ちょっと大学生活のうちにちょっと体酷使すぎました。あちょっと無茶しちゃった感じ、うん、ちょっとだいぶ無茶した感じで。私も気をつけないといけないのかな。自分も最近ちょっと特保のお茶を。特保もう特保ですか。特保です。いや特保早いですよ。早くないですか。特保に頼り始めたらもう負けだよ。大変だ。あ大変。あと3分という楽しかったな。食事の話しかしてないけど。じゃあすいません最後に話したいこととか伝えたいことはありますか。あ俺ですか。あどちらでも大丈夫ですよ。先にじゃあまあその自分は防災のことなんですけども、はい、まあ、これから防災訓練とかいろいろやっぱりいろんなところであると思うんですけど、うん、もっと若い自分も消防団やっててやっぱ若い人が少ないんで。あやっぱり、はい、高齢者ばっかりなんでやっぱりもっと若い人に友達とかも誘ってもらってもう積極的に参加していってほしいなって思いますね。そうですよね。消防団って結構気軽に参加できたりするんですか。あもう試験とかってあるんですか。ないですね。あない。希望すれば最寄りの消防署でぜひ入団してください。ありがとうございます。じゃあ矢野先輩何かありますか。なんか3月20日に、はい、足立のなんか鹿浜と市農業公園ってところがあるんですけど、はい、そこで防災フェアっていうのがあって。お防災フェア、はい、防災訓練みたいなのをやっていくらしいんですよ。おそれは主催はご覧だ。これから詳しいこと出ると思うんですけど、はい、じゃあですかそれは都市農のホームページとかで確認できたりするんですか。そうです。で、あの公園結構自然いっぱいで広くていいとこですよね。はい、で富士見百景にも選ばれてたりすごい眺めもいいとこでやるんで、はい、絶対にいろんな人に来ていただけたらと思うんですよ。ぜひ参加させていただきます。じゃあ以上で若者の目線で防災にチャレンジ終わらせていただきます。この番組は ADA イビルサの2団体が協力して防災について若者の目線で考えてお送りしています。次回の放送は2月22日です。ぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。